第3次、このえ内閣は、この絵文丸が第39代内閣総理大臣に任命され、1941年7月18日から1941年10月18日まで続いた日本の内閣である。1941年7月18日任命、在職日数93日、1941年7月18日留任、任命なし。 任命なし、内閣発足当初、第二次、この内閣において、外交策に強行論を唱え、閣内にあって、暴走状態にあった、松岡洋介外相の更迭は、政権存続のための急務となっていた。しかし松岡二次任を迫っても彼が、すんなりとそれに従う保証はなく、むしろ閣内不一致を訴えて、内閣と無理心中をするのではないかと危惧したこの絵は、 一計を案じて、全閣僚から辞表を取り付けると散大して、一旦内閣総辞職の形式を取り、その場で、改めて天皇から、対面効果を受けた後に、松岡を外して、第三次、この絵内閣を発足させた、事実上の内閣改造である。松岡の公認の外相には、この三ヶ月前に、昇降賞として、第二次、この絵内閣に招かれたばかりの豊田定次郎が、 横滑りされた。ワシントン DC で日米交渉に奔走する野村義三郎中米大使が豊田の海軍の先輩であり、同郷でもあることから連携がうまくいくことを期待した人事だった。しかし、日本軍の南部普通移進中がアメリカの反発を予想以上に受け、アメリカは7月26日に米国内の日本資産を凍結し、8月1日には、 石油類の対日輸出を禁止し、日米間の緊張はかえって激化した。これに対して9月6日の午前会議で帝国国策遂行要領を決定し、外交手段を尽くすが、10月下旬までに、対米戦争の準備を完了し、10月上旬においても、交渉の目途が立たなければ、直ちに改戦を決意するとした。米交渉について、小四郎は、 アメリカの要求を丸呑みする覚悟で交渉すべしと、この絵を激励するが、一方では、台米戦争の称賛が立たないことを、海軍の名において抗言することを回避し、この絵にネタを預けた格好となった。東条秀樹陸将は、アメリカの要求する、普通院、中国からの撤兵受け入れを、全く考慮しないわけではなかったが、陸軍部内の強行論を代表する立場の東条は、 この絵と対立する。交渉に先んじて陸軍に情報を承認させることを困難視し,したこの絵は、アメリカのフランクリン・ルーズベルト大統領との日米首脳会談を起とする。会談で日米間の合意を先に形成し、その会談の場から直接天皇の再下を求め、陸海軍の頭越しに解決しようという三段であった。しかしアメリカ側は、会談自体には同意したものの、 会談はあくまで最終段階と位置づけ、先に事務方の交渉で実質上の合意形成をするべきであると10月2日に通告したため、この絵の目論みは外れる。これにより国策遂行要領が改選決意の条件とする10月上旬において交渉の目途が立たない状況となった。それでも外務省が新たな対米情報案を作成し、それをもとに10月12日にこの絵と、 豊田外相が東条陸将を説得するが、結局不調に終わる。10月14日の閣議において、東条は、その件を暴露した上で、感情的になるから以後首相とは会わないと宣言する。同日、ゾルゲ事件の捜査が進展し、この絵の側近である、尾崎秀美が逮捕され、ゾルゲ事件に、この絵自身までもが関与しているのではないかとの、観測すら伺われるに至って、 この絵の大臣は、不可避とされ、翌15日には、東条、この絵とも次期主犯に、東国宮都市飛を推薦するが、それに、木戸孝一内大臣が難色を示し、未だ後継が定まらない16日に、この絵は、総辞職してしまった。第三次内閣は、約3ヶ月で終わったこととなる。なお国策遂行要領については、次期主犯に選ばれた登場に対する対面効果の、 際に、昭和天皇から白紙還元のお定めが言い渡され、一旦白紙から再検討することとなったため、改選決意の期限もとりあえずは消滅した形となった。ありがとうございます。